きなりヒデチャンネル。どうもあっという間の金曜日ですね。こんにちは、いきなりヒデチャンネルの高島です。昨日8月15日で日本の一番長い日、大変暑かったそうですけどね、やっぱり思い出しますね。で、私もね、昨日ちょっと考えてたんですけども、そうだよなって、人間の記憶ってね、いくつぐらいから残るもんですかね、分かりませんが、私は昭和17年1942年4月の生まれなんですけども、太平洋戦争終了が昭和20年の8月15日ですよね。で、その日のことはね、私はもちろん8月15日は覚えちゃいないんですけども、疎開、東京があるいはその周辺、それから主だった都市がね、完膚なきまでに焼夷弾攻撃受けました。大勢の人が死にましたですけども、で、関東地方、都市部にいる人は大体みんなね、あちこちに避難した、疎開をしたわけですね。で、私もね、子供の頃によく覚えているのは、その疎開先のいろんな出来事ね。それがね、私が記憶に残っている一番古い出来事なんですよ。疎開先っていうのは母親のふるさとの秋田県雄勝郡院内馬場というところなんですけど、小さい時ですよ。だから多分疎開先だったから3歳ぐらいの記憶だと思うんですけど、ずーっとこう遠い道をこうね歩いてた、多分母親と歩いてたんだと思いますけど、その脇にね池があって、池のようなものがあって、その池の中心にですね、なんか電気がついてぼーっとその辺がですね明るくなってるんですよね。で、その光景がねやたら印象に残ってるんですよ。あれは何だったんだろうなと思って、そして大学生の時にたまたまその母の実家の秋田に行く機会があって、でそんなことを思いながら歩いてたら鯉の養殖場があったんですね。で、鯉の養殖場があって、それは池のようになってて、そこに鯉がいるわけですよね。で、橋家というか桟橋みたいにこうずっと池の中心まで行ける道があって、でその真ん中にこう電気がついてる。ね、でそこまで歩いてって鯉にね餌をやるんですね。それを見たの。ああ、なんかおぼろげにずっと昔からあれは何だったんだろうと思っていたのは、その秋田のね鯉の養殖場のうすらぼんやりついた電気の傘、それからその辺のね池の様子みたいなもの、あれだったんだなって。だからそれが一番古い記憶なんですよね。それで考えましたら、大雪が降って土間のね戸をガッとこう開けたら上まで全部雪なんですよ。俺はびっくりしましたね。で、そんな記憶とかね、それから2階から外に出た記憶だとか、だから全部あれはね疎開先でね初めて経験したものなんですね。で、秋田から横須賀に帰ってくる時に母親がみんなとこう別れをつける時に大泣きしてましてね、それぞれの人と一緒にもう抱き合ったり肩叩いたりなんかいろいろしながら、その光景をね子供心にね覚えてるんですよ。だから私の一番古い記憶っていうのはね3歳ぐらいなんだろうなというふうにねこの間ちょっとね思い返したんですけど、でも私たちの年代っていうのは昭和の時代のねどんどん軍国主義時代に色濃くなっていく、それから太平洋戦争を起こして日米の開戦をするというようなあの頃のことっていうのはやっぱり忘れられない。ドラマ見たりドキュメンタリー見たりしてもどうしてもあの辺見ちゃいますね。ナチスドイツのあれとか、そういうのは多いですよ。だから父親が戦争に行ってますんでね、古参兵でね、男の兄弟も何人かいたのに一人だけなんか赤髪が来てね、明治39年の生まれですからね、終戦の時なんかほんといい年だったわけですよね。で、よく人が笑い話で戦争で助かって日本に帰ってきてすぐ死んじゃうやつとかだけ漫才師が言ってたりなんかしたのを覚えてますけど、うちの父親なんかまさにそれでね、帰ってきて数年経って、すぐ事故で亡くなっちゃったんですけど、そんなことを思い出したり、それと原爆の日なんかはやっぱりね、6日と9日広島長崎で一番最初に野球のアナウンサーになってね、小42、3年だったと思うんですけども、初めて広島市民球場に仕事で行った時に泊まったホテルのすぐそばにね、原爆ドームがあったんですよ。あれをね、じーっと1時間ぐらい見せたことあるんです、私。その当時の光景はもちろん経験してないからわからないですけども、ああいう建物がね、あんな風に形を変える、これは一体ね、どういう威力のね、爆弾だったんだろうという、その8時15分のですね、その原爆投下の瞬間っていうのがね、見えたわけではないけども、なんか原爆ドームを通して、それからあと後に行った資料館とかね、ああいうのを通して、まあどうしてもね、その辺の思い出がね、やっぱり忘れられないんですよ。で、時々酒飲んでそういう話になったりすると議論になるんですよね。で、僕はいつもね、聞いててふーんと思うのは、その原爆投下ね、私アメリカ行った時にエノラ・ゲイ見てきましたけども、まあ普通の飛行機ですよね。うん、で、あ、これで原爆を運んでったのかというような、なんかね、うん、ハワイの真珠湾行った時に、今でも映像とかなんか見て出てくる人はね、日本人と見るとね、すごくね、怖い顔しますよ。うん、なんか身がすくみますよね。で、そんな経験とかだからね、ずっと今82になりましたけど、やっぱりね、原点っていうのは戦争ですね。太平洋戦争。だから私、大学も政治経済学部っていう、政治学科っていうのに入ったんですけど、やっぱりね、その辺をちょっと勉強したかったですね。それで友達と喋ってて、いつも議論になったのが、ルーズベルトが戦時中最後ので死にますよね。それでトルーマンになって原爆投下決断しますよね。あれはなんかね、僕ラジオでも言ったんですけど、まあ、人種差別というかね、ああいうのは当然あったよなと。日本人だけ隔離されてね、アメリカで、全部それまで築いた資産もみんな没収されたわけですから。だってその他にドイツ系もいたし、イタリア系もいたわけでしょ、アメリカには。だけどそういう人たちには全くおとがめなしで、日本人だけがね、割り食ってるようなところもあったわけですよね。だ、そんなこともまた思うしね。うん、まあなんか戦時中のことをね、いろいろね、思い出したりするという。もうじき自民党も立憲民主党も党首選挙がありますよね。で、その辺を意識したですね、川柳が届いておりまして、最後はね、それを紹介したいと思います。60代の沼風さん。防弾版、やじも防げる優れもの。岸田首相が三重県で報道各社の会見に応じた際、透明な防弾パネルによる囲いを使用しました。林官房長官はアメリカで発生したトランプ前大統領の暗殺未遂事件を受けた措置と説明しました。防弾版、やじも防げる優れもの。あるいは国民も玉よけ欲しい物価高。こんな川柳が来ています。それからNISAの投資初心者が読みました。岸田詐欺、NISA暴落、恨み節。投資は個人の判断と責任によって行われるべきもので、岸田首相に責任があるとは言えませんが、首相の旗振りだけに投資初心者は不満でしょう。岸田政権は2023年に資産所得倍増プランという政策を打ち出し、具体的には NISA の非課税枠拡大などです。日本銀行の目的は物価の安定を図ることと金融システムの安定に貢献すること。7月の米雇用統計が出た後、追加利上げの時期を判断すべきだったのではないでしょうかという、まあ、いろんな意見が来てますね。だけどそうですね、ブラックマンデーよりもね、暴落幅が大きかった。で、翌日は回復した金額もですね、史上最高値だったというような、まあなんか。誰がどういう思惑で、いろんな仕掛けがたくさんあるようですからね、一概に人間の意思がその度ごとに判断材料として入らなかったっていうケースもあるようで、なんか分刻み秒刻みで売ったり買ったりするらしいですからね、ほとんど機械仕掛けでね、まあそんなようなことをね、出てます。満を持しちょこっと利上げ株暴落、学者肌利上げ少しで株暴落。今回の株暴落には複合的要因があるようですが、日銀の金融政策決定会合メンバーである日本有数の経済学者たちの筋書き通りに投機筋が反応しなかったということでしょうかねという。日銀が円安株高吹き飛ばし、株暴落、日銀政府の株も下げ。岸田首相は政府と日銀は密接に連携していると発言。利上げの背景には政府の意向があるようですがと。経済学者のね、ああいう断定的なものを言い方する人の根拠っていうのもよく私聞いてて分かりませんですね。日銀の陰謀だみたいに言う人もいるし、ね、上村日銀総裁のですね、その業界をですね、バックアップする、そういうね、ご利用しだというようなことを言う人もいたし、なんかいろいろなんですけど、経済番組で分かった風なことを言う人っていうのは、どこまで信用していいか本当に分かりませんね。てなわけで、はい、今週もですね、いろんな出来事がありましたけれども、そろそろお時間が来ました。さあ、それではですね、株式会社野口医学研究所からお一人の方に差し上げる良かったでしょうなんですけど、いい川柳をたくさん寄せてくださった60代の沼風さん、あなたに差し上げたいと思います。金メダル、噛むならこれ、メダルチョコ。メダルチョコっていうのがあるそうで、はい、それを噛んだらどうだというようなことで、これを沼風さんに差し上げますが、今週差し上げるね、サプリメントはノコギリヤシです。ノコギリヤシ。前立腺肥大症に伴う症状に効果があると言われているノコギリヤシのエキス。このサプリメントにはスッキリハーブのノコギリヤシエキスが 320mg 配合されています。その他にもかぼちゃ種子オイルや膀胱炎、尿道炎などの尿路感染を予防すると言われているクランベリーエキス。そしてリコピンも含まれており、残尿感が気になる、すっきりしたいという方におすすめのサプリメントです。ということで、株式会社野口医学研究所のノコギリヤシエキスのサプリメントを沼風さんにプレゼントです。よかったでしょう。お受け取りください。はい、来週もですね、いろんな川柳、楽しいもの、それからいろんな事象に対してのね、感想その他、全部こちらの方でお引き受けしております。お待ちしております。今週もご覧いただいてありがとうございました。いきなりヒデチャンネル。ではまた来週。どうも。